ここは須藤に失礼、杉浦に預ける、杉浦中に入っていった、あ、いいドライブだ。ただ名古屋の方もあのしっかりオープンで今スリーポイント打ってましたので、杉浦ワイドオープン決まった。あ、ここから早い、河村が早い、逆サイドで杉浦が空いている、早く打つ、決まった。今日2本目8得点、すごいいい流れですね。横浜フランクスに預けて中に攻め込む、フェイントまではいった、ただスティールになった、コーナー見えていた、杉浦から須藤にはちょっとファンブル、さあ杉浦空いた、3本目11得点、すごい攻めて終わる形になりそうです。杉浦ディープスリー、きたー、おお、すごい、前半だけで13得点、コートに入ってきました。あとは坂本も前半いいプレーを見せていました。中にパス通って杉浦決めました、これで16点目、オリバー選手よく見てましたね、さあ先ほどこの位置からスリーを決めているユトフ、ダブルチームいった、いい形でかわしていいパス入ったが、最後コーナー杉浦来た、今日5本目ないな、坂本を抜いた、河村から杉浦スリーポイント、いやーこっちも止まらない、今日6本目、すごいな。